グリとグラ。野ネズミのグリとグラは大きなカゴを持って森の奥へ出かけました。僕らの名前はグリとグラ。この世で一番好きなのはお料理すること、食べること。グリグラ、グリグラ、グリとグラ。どんぐりをかごいっぱい拾ったら、お砂糖をたっぷり入れて煮ようね。どんぐりをかごいっぱい拾ったら、柔らかく茹でてクリームにしようね。と、二人が話しながら行くと、まあ、道の真ん中にとっても大きな卵が落ちていました。いやー、なんて大きな卵なんだろう。お月様ぐらいの目玉焼きができるぞ。とグリが言いました。僕らのベッドよりもっと熱くてふわふわの卵焼きができるぞ。とグラが言いました。それよりもカステラがいいや。朝から晩まで食べてもまだ残るくらいの大きいカステラができるよ。グリが言うと、そいつがいいや、とグラも賛成しました。ところで、どうやって持って帰ったらいいのでしょう。この卵はあまりに大きくて、カゴには入らないよ、とグリが言いました。担いでいこうか、とグラが言いました。つるつる滑って落っこちてしまうよ。転がしていこうか。石にぶつかって割れてしまうよ。二人は腕組みをしてしばらく考えていました。グリがポーンと手を叩きました。それじゃあ、お鍋を持ってきて、ここでカステラを作ろう。うん、それはいい考えだ。グラもポーンと手を叩きました。グリとグラは急いで家に帰って用意をしました。一番大きなお鍋、小麦粉、バター、牛乳、お砂糖、ボウルと泡立て器、エプロンを2枚、マッチ、リュックサック。お鍋は大きくてリュックサックには入りません。仕方がない。引っ張っていこう。仕方がない。転がしていこう。グリとグラはまずエプロンを締めました。さあ、卵を割るぞ。グリはげんこつで卵を叩きました。うわ、痛い。なんて硬いんだろう。グリは涙を流して飛び上がりました。石で叩いてごらんよ、とグラが言いました。石で叩くとやっと割れました。グリは急いで卵をボウルへ流し込むと、お砂糖と一緒に泡立て器でかき混ぜて、牛乳と小麦粉を入れました。その間にグラは石でかまどを作り、焚き木を集めました。さて、お鍋にバターをよく塗って、ボウルの中の材料を入れて、蓋をすると、かまどにかけました。僕らの名前はグリとグラ。この世で一番好きなのは、お料理すること、食べること。グリ、グラ、グリ、グラ、グリとグラ。歌いながら焼けるのを待っています。カステラを作っているんでしょ？とってもいい匂いがするもの。と森中の動物が鼻を動かしながら集まってきました。そうとも？カステラ作りのグリとグラ。ケチじゃないよ。
ぐりとぐら。ごちそうするから待っていて。さあできた頃だぞ。ぐりがお鍋の蓋を取ると、まあ黄色いカステラがふんわりと顔を出しました。いやー、おいしそう。みんなは目を丸くして感心しました。そのおいしかったこと。後に残ったのは空っぽの大きいお鍋とあの大きい殻だけでした。さあこの殻でグリとグラは何を作ったと思いますか？おしまい。みんなこんにちは。今日のお話はどうだったかな？ふんわりカステラとっても美味しそうだったよね。さて先ほどお話の最後にもあったけど、食べた後グリとグラは卵の殻で一体何を作ったと思う？車かな？電車かな？トラックかな？考えられたらその後にふわふわのカステラをグリとグラは作ったけど、ふわふわしているものといったらみんなだったら何を思い浮かべられるかな？それを絵に描いてみようか。例えば綿飴かな？ソフトクリーム？もしくはお母さんが作ってくれた卵焼きかな？それともお味噌汁の中に入っているお麩かな？あなたの身の回りのことや今までのことを思い出して、あなたが好きな色で絵に描いてみよう。描けたらぜひお家の人にも見せてあげてね。それじゃまたね。